むしろ人間の味方をしたこともあったと思うのだが、しばらくに縛られたか。言い訳などするか。まあよい。私もいささか長く生きすぎた。神代から生きた古神竜の最後にしてはいささかあっけないだろうが、世界に一体くらいそんな竜がいてもよかろう。死神どもよ、つがなく私の魂を安息のうちに冥府の底へと運び、永遠の眠りにつかせるがよい。生まれたか、でかしたアルセナ。やかましい、母体に触るだろう。この子もう目が開いてるわ。なんと何かしら天賦の才を持っておるやもしれん。さすがは俺の息子だ。こんにちは、私の赤ちゃん。あなたの名前はドランよ。私がお母さんで、こっちがお父さん、そしてあなたのお兄ちゃんよ。